皆様こんにちは、ヘリカム株式会社の黒田と申します。私は営業マネージャーとしてですね、販売に、の担当をしております。で、弊社のですねご紹介をさせていただければと思います。弊社はですね、創業2014年からですね、立ち上がった会社になっておりまして、ドローン関係の、業務ですね、の一切撮影ですとか、販売、また講習ですとか、ドローンの普及活動に努める会社でございます。主に札幌拠点でですね活動させていただいております。弊社ではですね、撮影の請負いですとか、ドローンの開発、ソリューション開発、また教育、販売というような形で行わせていただいております。で、弊社のですね、昨年度なんですけれども、北海道よりですね、こういった事業を、委託を受けまして、ちょっと行っております。で、北海道のですね、デジタルトランスフォーメーション推進課というところで、マルチユース実証事業というところで、ドローンをですね、単一の用途ではなく複数の用途にまたがる、ドローンのマルチユースを社会的に実装していく、そういったことでですね、費用対効果や、採算性向上につながるほか、幅広い活用ですね、今ドローンですね、導入しましても単一的に使う場合、レギュラー的にですね、計測を行ったり、点検を行ったりっていう方はですね、そのまま採算性は取れると思いますが、ただ、その事業の中の一つの用途でしかドローンを使わないという場合は、非常にですね、ドローンが高価になってしまう場合があります。そういったものに対してですね、別の使い方、同じドローンで別の使い方をしていって、コストを削減しようというところで、より社会実装にですね、向けた取り組みということで、北海道の方でですね、こういった事業がありました。で、実務者のヒアリングとしましてはですね、ドローン、こちらですね、12団体のドローンを扱っている会社様ですとか、そういったところに、聞いたところですね、何台所有してますか、1台ですとか、多い方で6台ですとかというような、使い方、また、どのくらい休んでますか、ドローン使わない時期どのくらいありますか、そうすると、7ヶ月以上使わない 17%、4ヶ月から6ヶ月を使わないで 50% 以上ですね、6ヶ月、半年ぐらい使ってないよというような、状況です。で、ドローンのメリットは何ですかというところで、作業の安全性ですとか効率の向上といったところがあります。また、ドローンマルチユースで使用していますか、でこれもですね、はいと答える方が 42% いらっしゃいます。マルチユースは、必要だと思いますか、でこれについてもですね、約7割の方がイエスと、はい、でドローンの課題は何ですかというところで、多くの意見はですね、法の整備規制だったりしますが、他にもですね、操縦者の育成ですとか、そういったところがございます。というところで、こういったものをですね、考慮しつつ、マルチユースの設計案というものを、計画しました。で、こちら1つ目がですね、林業と、排泄で、続いて農業と融雪、塗装と、除雪、物流とフレンチ、農薬散布と外壁洗浄、橋梁点検と乗り面計測、狩猟密漁監視と、漁業、ヒグマ対策と、遭難救助、防犯と観光、精密農業と不法投棄、測量と、風力点検、空撮と、災害対策というところでございます。で、今回はですね、この中でも、いくつか、3つほどですね、紹介させていただきますが、まとめた動画がございますので、ちょっとご覧いただければと思います。ドローンのレベル4飛行が解禁されたことにより、宅配やインフラ点検、災害支援など様々な用途での活用が期待されています。しかし、レベル4飛行を社会実装するには、維持管理コストや採算性の確保、製品の高性能化や安全な自立飛行の体制など課題も残っているのが現状です。この動画では、ドローンを単一の用途で使うのではなく、複数の用途にまたがり、ドローンのマルチユースの取り組みを紹介いたします。まずはドローンマルチユースの12の設計案をご覧ください。
マルチユース設計案の中から9つの実証実験を行ったので紹介いたします。林業で山林の測量や樹木本数計測に使用されているレーザースキャナー搭載ドローンは、冬季の道路除雪作業の堆積量の計測ツールとして活用することが想定できます。レーザースキャナーを搭載したドローンで 3D データを作成し、道路面データと重ね合わせることで正確な堆積量を計測し、事前計画に役立てることができます。流材散布搭載ドローンは圃場の追肥や種子の直搬に使用されています。冬季の農閑期に利用されていない農業用ドローンを使用して、民家や工場などの屋根へ融雪剤を散布することで屋根の雪庇を溶かすことに一定の効果があります。部分塗装や錆止め塗装など補修作業で活用されている遠隔スプレー缶噴射装置搭載のドローンは、路肩の雪に隠れた縁石や障害物の位置にマーキングスプレーを噴射することで、ロータリー車を操縦する除雪作業員の目印として活用することが期待できます。これまで急峻な山林での植樹は牧歌による苗木運搬のため重労働でしたが、苗木運搬用ドローンによって省人化かつ安全な運搬が実現できています。新しい活用法の一つとして、高級フレンチを山頂などにケータリングするツールとして利用することができます。非日常を体験できる観光アクティビティを創出することができます。今日どうですか、良かったですか？冷たいと暖かい、良かったですか？いい、全然良かったです。農薬散布ドローンの先端に洗浄用ノズルとホースを取り付けることで、工場やハウスの屋根、外壁などの洗浄を行うことが可能になります。またタンク内に撥水剤や滑雪剤を入れることで、洗浄以外の応用にも期待ができます。橋梁脚部のクラック近接点検の現場で導入されている非 GNSS 環境下でのドローン自動飛行システムを活用するマルチユース例。コンクリート乗り面工事の確認作業は、これまで人が直接登り仕上がり精度を確認していました。橋梁点検と同様に衛星俯瞰帯での現場が多い乗り面工事で、ドローンを活用することで安全に作業することができます。ドローンのカメラだけで暗闇を撮影することは困難ですが、サーチライトを使用することで地上面を照らして捜索したり、密猟の証拠写真を撮影することができます。このサーチライトを使って観光施設の夜間ライトアップ演出やライトアップショーのイベント機材としても活用することができます。緊急時や防犯の使用に加えて、観光利用することで新たな観光資源の再発見につなげることが期待できます。精密農業で使用される近赤外線カメラは、主に農作物の生育状況や健康状態の分析に使用されています。専門性が高く機材も高額であることから、研究者や一部の農家のみの使用に限られるので、道内の普及率は高くありません。近赤外線カメラの特性を使って、上空から廃棄物を素早く網羅的に発見することが期待できます。近年建設業界で普及が広がる測量用ドローンは、上空から撮影した写真から 3D モデルを作成し測量することで、大幅な時間削減と省人化が実現できています。風力発電の点検は従来よりドローンが使われていますが、 3D モデルを使用した自動飛行で風力発電の鉄塔の自動点検をすることで、さらなる効率の向上が期待できます。このようにドローンのマルチユースは幅広い分野でのさらなる活用促進が進み、
私たちの生活をより豊かなものへと導いてくれるでしょう。はい、といったところでですね、12の設計案というところで、これすべて弊社で撮った、動画ですのでめちゃくちゃ大変でした、はい、でこの中でですね、今回は、CSPI、建設測量というところで、中でもですね、少し関係のあるものと、あと弊社がですね、北海道にあることから、まあ、雪に関連するものに関してですね、少しご紹介させていただきたいと思います。で、今ですね、展示されているような、DJI のですね、レーザー、こちらを使ってですね、北海道内ではですね、非常に今林業での活用が増えております。で、それもですね、樹木自体がですね、取得することもできますし、地盤が取れるというところで、速度計画というところで、よく使用されております。はい、で、こちらですね、少し見ていただきます。こちら、ゼミューズ L2 で撮った時のデータですね。昨年のデータなんですけれども、このようにですね、かなり木の樹木のですね、生い茂ったところでも、非常にですね、綺麗な、地盤面データ、こちらを取れまして、沢のですね、形ですとか、そういったものが、確認できると。こういったですね、こちらもその奥のですね、山間部なんですけども、こちらも、レーザーを使って、簡易的にですね、これ本当に40分ぐらいで、すぐデータ構築まで全部終えることができます。この辺りは他の、登壇者様ですとか、おそらく発表していると思いますので割愛させていただきますが、このようにですね、倒木の、跡が分かるぐらいですね、精密に、地形データを取ることができると、これを使ってですね、実際にはこの作動計画作ったりですとか、そういった林業におけるですね、路網の計画ですね、こういったものに使われております。あと他にもですね、ドローンによる増輪、補助申請の帳票出力ですとか、専用のソフトなんか使っていただきますとですね、林業業者にもですね、今まで、足でですね、この山の中を回っていたところをですね、ドローンで、活用できるというところで非常にですね、有効な使い方となっております。はい、で、レーザーのデータについてはですね、このように、専用のソフトウェアを使っていただきますと、受頂点抽出から、その本数を計測、または、標高直径までですね、推定させて山のですね、在籍の、評価なんかもできるというところで、林業ではですね、北海道内非常に、活用が、進んでおります。それをですね、もう一つの使い方、マルチユースしまして、道路のですね、排雪量の計測実証というところで行いました。で、実際にですね、こちら、留萌市というところで行ったんですけれども、こちらをですね、マトリス 350L2 ですね、 DJ テラ、あとはトレンドポイントですね、こちらを使って、行いました。はい、で実際はですね、定規による従来手法というところで、人がですね、2人、定規を当ててですね、行うというようなやり方が一つで、本当にここ近年ではですね、こちら iPad ライダーで必要な点、3つぐらいですね、この路線に対して3つぐらいこう取りまして、そこに、合わせてですね、この度量を全体的に把握するというようなやり方ですね。で、弊社で行いましたのがですね、実際に、ドローンで、撮影、3次元データを取り、こちらですね、雪が今持ってあるんですけれども、写真測量のドローンではですね、やはり、特徴点抽出が難しかったりですね、そういったところで雪が非常にですね、弱い。で、またハンディライダーですとかそういったものでもですね、ちょっとなかなかですね、低いところからこう高めのところってこう入射角の問題で、なかなか、データを取ることが難しかったりするっていう現状があります。でそれをですね、ドローンライダーを使って、この雪をですね、正確に測ると。で手法としましては、まず、事前にですね、雪を降る前に取らなければいけないんですけれども、こちらですね、実際雪が若干降ってしまって、もう慌ててですね、取りに行ったんですけれども、こういった形で事前のデータはやっぱり必要になります。はい、で事前のデータをもとにですね、雪を、降った後ですね、これは排雪する、直前ですね、で、こちらデータを、雪のレーザーデータですね、を取って、それを、トレンドポイントによる、従来度量計算で使うようなですね、機能を
こちら雪に当てはめることによって正確なですね、土量が、算出されるというようなものとなっております。はい。で、これを使うことによってですね、本当に正確になるんですけれども、従来の手法、先ほどの定規の手法であれば下見ていただきますと、作業員5名で現場作業60分、事務作業30分ですね。で、得たデータがこちら1万3000リューベで、iPad ライダーを使った場合こちら2名でですね、これも作業は非常に簡単、10分で行います。でこちらもですね、9600ルーベで、ドローンで撮りましたらこれは本当に正確なデータになります。6100ルーベというところになります。はい。というところで、実際にですね、雪も一律にこう積もっているわけではないので全部同じ、量ということではないんですけれども、そちらをですね、大体このどのくらい減っているか、この道がこう分かれていればそこの部分だけですね、雪がなかったりということもありますので、正確なデータを求めるという方法の一つとして、これ活用できるんじゃないかというところになっております。はい。でこのような、形ですね、降雪前の、状況、降雪後の状況で、そちらをボリューム計測と、積雪量計測というようなやり方で行ってみました。はい。でこれ、ダンプがですね、1台あたり14リューベとしましたら、従来方法ではですね、980台のドローン、ダンプが必要になります。でそれをですね、iPad ライダーに、なりますと、これも計算したところですね、687台で、ドローンレーザーではですね、442台というところで、本当に従来手法のやり方としましては、538台の差がありました。はい。ただこれをですね、そのまま信じて、発注してしまうと、バッファーがない部分ですね、少し作業には、円滑にいかないという部分もあると思いますので、そこをどう考えるかというのはですね、この後の、皆様の判断というところで、我々はこういった、実証までを行ったというところになっております。はい。でも実際にはですね、こちら iPad ライダーでやった場合も係数かけてですね、ある程度近い値まではするので、実際にですね、ドローンを、この行動でですね、飛ばすというような、少しですね、手間のかかる許可承認申請ですとか、そういった手間のかかる手法より iPad の方がもしかしたら楽かなとは思うんですけれども、ただですね、正確な雪の判断、診断というところではこの手法、何かしらの活用の広がりを見せるのかなというところで実証を行いました。で続いてですね、塗装、除雪、遠隔スプレー、噴射管搭載、ドローンのマルチユースというところで、こちらはですね、実証実験としましては、関戸様と、東洋製缶さんですね、にご協力いただきましてですね、こちらのスプレー搭載型ドローンというところで行っております。はい。でこちらに関してはですね、実際に、使用するのは、鳥のですね、映像の、機器ですとか、あとは、この簡易補修ですね、黒錆転換剤などを、使って、その構造物の簡易補修などに、使われるもの、こちらも、少しずつですね、この世の中に広まっているという環境ではございます。で、その他にですね、いろいろと、例えばタッチアップ塗装だったりですとか、植林する際にですね、どこに植えるのかというのを、こちらを使って、マーキングできればいいのかなというような方法でいろいろと考えましたが、今回はですね、実際には遠隔スプレー、自動飛行を使ってこちらの除雪の時にですね、雪がこう積もっているとどこまでが路肩なのかというのが、実際にはわからないんですね。で、スノーポールというものがこう刺さっているところに関しては路肩の位置っていうのはある程度出てるんですけれども、それが刺さってない箇所に関しては、この除雪車のですね、オペレーターさんの勘になるんですね。ということは新人の方がやるとですね、その路肩を傷つけたり消火栓ぶつけたりですとか、そういったようなですね、いろいろな、トラブルが発生するというところで、これを解決するためにこのドローンでですね、スプレーを使ってマーキングこうできないかなと。ということでやっております。はい。これもですね、実際に行ったのがですね、留萌という場所になっておりまして、風結構強くてですね、なかなか大変だったんですけれども、こちらで行っております。これはですね、機材についてはマトリス350で、RTK を使って、東洋製缶さんの、サボット3ですね、で自動飛行のアプリを使っております。はい。
で、これもですね、先ほどの積雪のデータと一緒でですね、やはり、元となるデータというのが必要になりますので、このような形で、事前にですね、雪が降雪前のデータですねを取っておきまして、そこに対してですね、座標を拾っていくという形です。その拾った座標をですね、この自動飛行のソフトウェアにですね、入れ込むことによって、RTK を使って正確にですね、その位置にマーカーを落としていく、まあ、スプレーを落としていくというような手法となります。これは5メーター間隔ですとか10メーター間隔、そういった方法で行いました。はい。で、実際にはですね、これ高さの問題がですね、なかなかこう出てきてまして、まあ、雪が降雪前のデータと、冬季のデータではですね、やはり積雪量分のこの高さの違いみたいなのがありますので、そこに対してはですね、若干こう考慮しながらしっかりと目視でですね、安全確認しながら行ったという次第です。はい。で、実際にですね、撮っている映像がこまあ、マーカーをですね、こう落としていくとですね、こちら、雪のところにですね、こう落ちていくんですけれども、やはりですね、ここでやってみて見えてきた、問題としましては、まずその高さっていうのが一つなんですけれど、もう一つはですね、マーカーを落とすときに高度が 高いとですね、やはり風にこう煽られてしまうので、正確な位置に落とすっていうのはなかなか難しいんですね。これ2メーターぐらいまで降りてくるともうほぼほぼぴったりの位置に来るんですけれど、3メーターに来ると、風速がですね、3、4メーターまた5メーターぐらいになるとちょっとやっぱりずれちゃうんですね。まあ、そういった感覚で、ちょっとですね、正確度に関してはもう少しこの噴射の強さですとか、そういったところが改善の余地があるのかなとは思いましたが、こちらもですね、実際にやってみた作業の時間としましては、18分と、2回目が13分、3回目が、10分とで、スプレーコストがですね、なかなかかかりまして、沿線そんなに長くなかったんですけれども、こちら、なかなかのいい金額ですね、かかっておりますというところですね。で、こちらがオペレーターさんから見た映像となっております。はい。で、実際にですね、こちら、まあ、直ちにこの、作業をですね、やった方がいいよということではなくて、こういったマーキング技術っていうのがですね、こうできるのかなと。で、RTK の技術を使っていただいて、補正することによってですね、より正確なマーキングを行うことができるというところで、実証を行いました。はい。では最後ですね、まあ、測量と、風力の点検というところなんですけれども、まあ、写真測量というところでですね、もうこれはもう語らずとも、皆さんご存知かなと思いますが、写真からですね、3次元点群を求めるというところで、建設業測量業ではですね、非常に最近は一般的になってきているというようなものになっております。はい。で、こちらのですね、写真測量の技術を使って、SFM を使ってですね、こちら、風車のですね、点検なんですけれども、風力発電では年に1回のですね、法定点検、または、管理のための築地点検、また落雷とかが発生した場合に随時点検ですね、こういったものが必要です。で、これはですね、高所クレーンなんかを使ってですね、1回下ろさないとなかなかこうできなかったりっていうのが従来だったんですけれども、最近ドローン使ってですね、オペレーターさんがこう写真をですね、一生懸命こうズームで撮ってですね、やっていくというところです。で、まあ、オペレーターさんがですね、やるのもまあいいんですけれども、なかなかですね、正確にこう取っていくっていうのは時間かかったりですとか、なかなか上手な方じゃないとですね、もしブレードに傷つけたものならですね、非常に大変なことになるというところで、これを自動化できないかというところでですね、 SFM のを使って行いましたというところになっております。はい。で、これもですね、市民風力という石狩市にありますですね、風車の、データを使っております。はい、こんな風車なんですけれども、はい、で、手法としましてはですね、まず、写真測量ですね、を行っております。で、これ正確にやらなく、そこまでですね、データ精度もうバリバリに綺麗な点群データにしなくてもですね、全然大丈夫です。自動飛行用のですね、まずは、データとしまして、仮データとしまして作ります。
でこれあの若干斜めになってるんですけれども、本来ちゃんとやるときはですね、こちら、風車のブレードはまっすぐにしてもらうようにですね、その風車の会社さんと、協議して、おきます。はい。で、取ったデータ天狗になっておりますので、こちらからですね、DJ テラにある、詳細点検モードまたは、フライトハブ2ですね、最近の、オンラインでのですねソフトウェアによる、こちら飛行計画を作成し、撮影していきます。はい。で、このようにですね、ドローンで行っていくんですが、こちら、左手がですね手動飛行で行った場合ですね、で右側が自動飛行で行った場合、まあクオリティとしてはそんな変わらないとは思うんですけれども、全自動で行っております。で時間にしましたら手動でやる場合ですね47分かかるところ、自動ですと15分ですね。はい。で、写真の枚数もですね無駄がないので84枚で、こちらですね、データの整理なんかはもうそのまま、一個一個ですね、場所が記録されておりますので分かるので不要というところで、なかなかですね操縦が、そこまで上手じゃない方もですね自動技術を使うことによって効率化ができるのではないかというところで、を行ってみました。まあ、これもですねもう常にこれをやった方がいいですよということではなくて、まあ、こういった技術を使ったことによる新たなアイディアですねを、皆さんが考えていただければというところで、まあ、マルチユース実証事業というところでした。はい。で他にもですねいろいろな事業の詳しいところ、ございますので、もしご興味ある方はですね北海道庁のホームページまたは、弊社にお問い合わせいただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。黒田さんはありがとうございました。